悔い改めて福音を信じバプテスマを受けようということで、今日は特にですね、信じるっていうことについて話をします。もちろん前回カインとアベルのところからも信仰と恵みということをお話をしました。アベルはですね、恵みを受けたんですね。恵みを受ける、それは信じるってことでした。そしてカインの方は自分の行いをもって神様に受け入れられようとしていきます。では私たちの行いっていうのはどうでもいいかっていうと、決してそうじゃないんですね。私たちの行いっていうのは神様があって、神様の恵みを受け取る、そして次に行いっていう、行かなきゃいけないんです。行いがどうでもくて、信仰と恵みがあればいいっていうものでは決してありません。それでは今日のところに入っていきます。 まず救いのところの公式っていうのを書いていきます。人が罪を犯す、それは死である。ちょうど皆さんのプリントのところに書いてありますけれども、この、そうですね、この罪人は死ということになります。この罪っていうのは何よりも根本的には神から離れてるっていうこと、それは死である。なぜならば人間の命っていうのは自分の個人の内側にはないことでした。誰かとのつながりの中にありました。しかし人間と人間とのつながりは、これは人間の命を持つことはできます。だから私たち生まれてきたんですね。また私たち今生きているんです。でもそれで土に帰ってしまいます。私たちは永遠なる神様とつながって交わるときに、人間の命を超えて神の命を持って生きることができます。罪っていうのは神と断絶していること、ここにありました。そしてそれに対して人間の救いはどこで行われるかっていうと、等価の贖いでした。命には命を持って償うことができる。それで以前旧約聖書の時代はここに羊を持ってきました。でも羊と人間は等価ではありません。どうしてもここに来なければならないのは、これは人でなければならない。しかももう一つ条件がある。それは義人でなければならないってことでした。でもこの世界に、この人間と人間とから生まれたものの中に義人なんていうのは誰もいないんです。義人一人だになしです。そこで神様は言いますと、ここに父なる神、子なる神、聖霊っていうですね、三位一体の神があって、この神がここに来る。これが来臨でした。そしてこれはクリスマスの出来事でした。クリスマスはイエス様のお誕生日でありません。お誕生日と絶対言わないようにしてくださいね。いつの間にか間違ってしまうんですね。クリスマスはイエス・キリストの来臨、神が人となったことでした。そして神が人となって私たちの罪を引き受けることができる。そうすると、この方は義人ではなくして、まさにこの人は罪人になっていく。イエス様は十字架で叫ばれました。乾くって言いました。罪人になったから、イエス様は完全に神様から切り離されて、神の命は彼に来なくなりました。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと言いました。それは罪人は神の義に従って裁かれなきゃいけないし、神は聖なる方であるから、それは退けなきゃいけない。自分に近づけることは決してできない。そのことこそ、これが十字架だったんですね。神様、イエス・キリストは私たちの罪を背負って死んでくださいました。これによって等価の贖い、人間の命に対しては命払うことができる。
ここの一番下の方にそのことの順番が書いています。神から離れている人は罪人、命がないですね。罪の支払う報酬は死である、ローマの6章の23節。しかしそれに対して神が来て救われる、イザヤ書の35章。それからヨハネがイエス様に出会った時に、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と言いました。まさにこの羊のように。そしてイエス様は十字架かかった時に、父よ彼らを許したまえと言って、彼は頭を垂れてきました。そのことはイザヤ書の53章なんかにも、彼は我々の咎のために砕かれたのだ、彼の砕かれた傷によって我々は癒されたのだと書きました。レビ人の17章の10節には、血は命だからそれは贖うことができる、罪のない血は私の罪を引き受けることができる、そして身代わりに死ぬことによってここのところを解放することができると言いました。これが救い の、 この一番基本的な公式でした。そこから進んでいきます。これは神の国です。ここには父なる神、子なる子なるイエス・キリスト、そして聖霊なるこのお方がおられました。その神様が私たちを作られました。私たちは神のもとに帰っていくようにと作られました。しかしここに罪っていうものが発生してきました。これが罪というものです。こちらの上の方は、これは命の世界であって、こっちは死です。人間はここから落ちてしまいました。罪を持って人生の重荷、そして結局は魂の死というものを受けなきゃなりません。それに対して神様は私たちに、やがて神の子が私たちの子に来られるという来臨、イエス・キリストが来るということ、このことを語りました。事実イエス様が来られて、そしてここで十字架にかかって死んでくださいましたね。ちょっとこの絵をですね、もうちょっと全体上に描きたかったんですけれども、あとこのことは今度はですね、皆さんこういうふうに考えたことありませんか。2000年前にイエス・キリストが来て私たちの罪の贖いをしたにもかかわらず、なぜ未だにサタンもいるのか。イエス様はサタンの頭を砕くと言った、なのにサタンはなおいるのか。から私たちの罪はなお残っているのか。イエス様は十字架にかかって私たちの罪を許したはずなのに、なぜ未だに戦争があるのか、こんな悲しいことがある、罪があるのか、この世界は混沌としているのか、救いようがない世界になっているのか、考えたことありませんか。なぜなのか。考えられることは、イエス様の救いが不完全だったということも考えられますね。どうでしょう、そんなに考えたことありませんか。私なんかちょっとありますよ。でもそれには理由があります。それは自由の問題が以前お話ししましたね。そのことをもうちょっと書くとですね、ちょっとこっちの方を書きましょうか。例えばですね、この世界をこういうふうにも書くことができます。これでちょっとボックスが変形してしまいましたけどね。このボックス、これは全世界です。全世界。そしてこの中にそれぞれの国の人たちが全部生活しております。ここに例えば日本人、隣は韓国人、ここ外れの方にはブラジルだとかですね、ここら辺にアメリカ、ここら辺にインドだとかですね、こういった人たちがおりますね。そしてこの壁、この壁っていうのが、これが全てこの罪っていう
壁に覆われているんです。全世界は罪に閉じ込められて、そしてここにはこの世の君なるところのサタンがここの中を支配しております。罪とサタンに支配された世界、ここに私たちは生まれてきました。そしてこの壁は誰も壊すことができないんです。突き破ることができない。どんな爆薬を仕掛けたとしても、どんなに核兵器で爆発しようとしたってですね、これは壊すことができない。できないんです。でもここで人々は生活してますね。どういうふうにして生活してるんでしょうか。それはですね、自分なりの太陽をこの中に作るんです。要するに人造太陽を作るんです。この電気のようにです。そして、ああ世の中分かった、私の人生分かった、ああ私の人生明るくなったと思ったら、パタッと消えてしまう。発電所がなくなると消えてしまう。ある宗教の教祖様がもう堕落しちゃった、ああ何だったんだあれって言って、その時消えてしまう。ここのところが消えてしまうとですね、今度私たちはどうしますか。やっぱり太陽がないと生きていけませんね。ですから今度また別の太陽を作る。そうだ、いろんなことがあっても君は僕の太陽だみたいなですね、そういったような形で一時は結婚するっていうことは、いろんなことを言って、ああ私の人生に太陽が昇ったんだ、幸せで、いつの間にかこれも消えてしまう。今度は仕事だ、お金だ、あれだこれだってですね、みんなそれぞれこの世界の中で太陽を作らなきゃ生きていけないでしょ。それぞれ作ってるんです。でもこの太陽は本物の太陽じゃないです。この電気を持ってください。もし発電所が壊れたら電気来ませんね。途中で雷落ちたら電気来ませんね。それよりも自分自身がもう古くなってしまって、あるいは自分自身の中に故障が起きたら電気つきませんね。全部人造の太陽だからそうなってしまうんです。それでつけては消え、つけては消え、ついては消え。人生はね、こんなものなんだよ。昔からみんなこういうふうに悩み苦しみ死んでいったんだってですね、これしかもう言いようがなくなってしまうんです。そこにイエス・キリストが来られて、この世界にですね、救いを与えたっていうことはどういったことでしょうか。そうですね、私たちが考える救いっていうのはですね、この壁を取り除くことを考えてるんですね。この人類を覆っているところの罪とサタンっていうものですね、一瞬のうちに取り除いてしまう。そして私たちが罪とサタンに支配されないように、あの2000年前のイエス・キリストの十字架はまさにそのためだったって書いてあるじゃないか、書いてあります。でもそれにはまだ時間があります。そうするんですよ、最終的にするんですよ。でもそれにはまだ時間があるんです。ではもしこのイエス様が来られた時に罪とサタンを完全に取り除いたらどうなりますか。ここにいる人たちはみんな死ぬんです。裁かれていなくならなきゃならないですね。なぜならば罪の中にいるんですから。ちょうどエデンの園の中央からアダムとエバを追い出したように、それはイエス様が2000年前に十字架かかって、そして私の罪を許し、サタンの頭を砕く、あの出来事だったんです。事実そうだったんです。でもそれはですね、一定のまた条件つけてるんです。それは一人でも多くの人たちがここから出ることを待ってるってことです。それをしないんですね。ですから神様はこの世界に矛盾があり戦争があり、神も仏もあるもんかっていう人々は言いますけれども、神様が愛だから待ってるんです。ペテロの手紙の中に、必
神の忍耐っていうものをね、軽んじてはならないよ。神様は一人も滅びないで永遠の命を得るためにずっと待ってる。では2000年前のこの来臨してイエス・キリストが十字架についたっていう救いはどういった救いかっていうと、そうです、先ほど言いました、ここにですねドアを作ったんです。この礼拝堂、全世界だとしますね。そしてもうそれぞれの国の人たちが全部集まっているとします。でもここの中はですね、私電気つけてなんかしててももう限界があるんです。この中にいたらもう死なんです。そして一生懸命破って出ようとしてもですね、なかなか出れない、もう破れないんです、人間の力では。ところがある人が来ましてですね、ここにそこにドアをつけてしまいました。そして外に出ることができるようにしてしまいました。そうするとどういった現象が起こるかというとですね、こうなります。この中にいるならば罪はある、しかし罪の力はない。そうでしょ、ドアつけられたでしょ。罪はあります、ここまだ罪の中だから。罪はあります、しかし罪の力はない。ドアがあるんだから、出ようと思えば出れるんだから、もう罪の力はなくなったんです。そういうことできますね。2000年前のイエス・キリストの十字架もその通りなんです。ここにイエス・キリストの十字架っていうのはドアを開けたっていうことなんです。この世界の全部の罪を取り除いたんではありません。サタンを完全に取り除いたんではないんです。そういうふうにするならば中にいる人を全部滅ぼさなきゃいけない。神様は忍耐を持って今ここにドアをつけて、そして人々に言うんです。さあここにドアが開きましょう。そこにあなたがそれを信じて出るならば、そこを通過するなら、まことの本当の太陽に出会うことができます。人造の太陽は必要ありません。そしてあなたは出ようと思うならいつでも出ることができますよ。だからどうぞ出てください。ここにいちゃダメですよ。私たちはここで生きるようには作られてないんですから、ここを出るように作られていますから、どうぞ出てください、どうぞ出てくださいって。ところがある人はですね、いやもう牛を5つ買ったしね、結婚もしたしね、畑も買ったし、なんか出るってことはこれは捨ててどっかに行ってしまうような、今までの努力が泡になってしまうじゃないか、いや結構僕はここで楽しいんだよって、なぜそこ出なきゃいけないんだ、私はここでもう十分に楽しいから、でここに留まることも自由です。これはできないんです。また書きましょう。愛っていうのは誠の愛っていうのはですね、全くの自由が認められる。そしてこちらは、神様、イエス様であって、これは人ですね。これも本当に人間に対して、こんなちっぽけな私たちに対して神様は自由を与え、なぜならば私たちを愛するものとして作ったから、自分で自分のことを選び考え決断するっていうこの能力、神はご自分に似せて人を作られた。だから神が私はあなたを愛してるよと言っても、これは強制できない。私たちが、私も神様あなたを愛します、わずかでもいいから答える、これを神様はずっと待っているんです。そしてもしこの人がですね、あ、ここにいちゃいけないんだ、自分はここにいるように作られるんじゃなくて、ここを出て神の国にで生きるように作られている、あ、そうなのかっていう人は、ここのとこいとも簡単に通過することができる、こういうふうに。そしてここの再び命の世界、ここに戻ることが
2000年前の十字架だったんです。ですからなお世界に戦争があり、いろんなことがある。それは神様が無能だからでもなくて、神様の救いが、イエス・キリストの救いが失敗したのでも決してないんです。神様、ものすごい愛を持って一人も滅びないで永遠の命を得るために待っておられる。だからあなた方は全世界に出て行って福音を伝えよう。福音を伝えて多く全ての人をここから出せ。そしてなぜならば、それはこの世界はまた私たちに委ねられましたね。委ねたっていうことはですね、その通り任せるってことです。ですから神様が直接働いて、寝てる間にですね、あの人の中で働いて、朝起きたらパッと目覚めたらですね、あれ、僕なんか全然違った人間になってるな、変だな変だなってですね、あのお酒も今日朝になったらもう飲めなくなった、タバコも吸わなくなった、あれも嫌になっちゃった、これもできなくなったってですね、神様変えないんですね。要するに神様ご自身が、神様は私たちに委ねたから、私たちが神様によって生きて、私たちがこの世界を変えるように、人々を変えるように、もちろん私たちに変える力はないですけれども、福音を伝えること、そしたら神様が私たちを用いて、神様はそこで御業をすることができる。でも私たちを抜きにして神様はコロッコロッコロッとですね、変えることはなさらない。なぜならばこの世界は私たちに委ねたから。愛するっていうことは委ねることですね。それをするんです。それが2000年前の十字架。これはこの世界に穴が開けられた。ヨハネエル福音書の14章の中にイエス様は、私は道だって言いましたね。先ほどの道、またヨハネの10章では、私は門だって言いました。天国に行く門、父なる神様のところに行くところの救いに至る門であって、天国に行く門であって、地のもとに行く門である、門だ。そして私は命だと、真理だとも言いました。イエス・キリストの2000年の 前の十字架はこのことだったんです。ですからサタンもいますけれども、でもですね、イエス・キリストの十字架を信じる者にとってはサタンは実は無力なんですよ。ただ私たちが無力だとは思わないでですね、いろいろやってるもんですから、本当にサタンは力を発揮することができるんですね。というよりも私たちが自ら自分自身を追い込んでいくようなものです。サタンの頭は砕かれましたから、まあライオンがわーっと来るけども、そしてですね、ガブッとかじられたら歯があると思ったらないようなものなんです。全然ないんですね。なんか気持ちいいわってですね、答えないかもしれませんですけど、でも私たちはですね、もうライオンだ、ほら逃げろ、あれしなきゃこれしなきゃ殺されるから従いますってことをやるから、サタンはですね、堂々と自分の技をすることができる。サタン自身が何かするんじゃなくて、人間が自分で自分を苦しめてですね、罠に陥ってもがいて苦しんでいくような、そういったようなことが行われていくんですね。どうぞこの2000年前の来臨、この十字架、このことをですね、こういうふうに理解しておいてください。そうするとちょっと分かると思います。では次進みましょう。それではこのプリントをですね、ぜひ皆さんこの見ながらこれからお話をしていきます。キラ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 、これは何でしょうか。太陽層、よく分かってください、ありがとうございます、はい、これは何でしょうか。雲、あ、これも皆さん優秀ですねありがとうございます。そして
肢があります。もちろんこれは神様ですね。そして神様の光はイエス・キリストによって雲、これが罪っていうものに、全ての人は罪のもとに閉じ込められてしまったんでしたね。あ、ごめんなさい、これもうちょっとですね、この下に書きます。ごめんなさい。全ての人は罪に閉じ込められた。しかしイエス・キリストが来て十字架にかかられたっていうことは、ここに穴を開けられました。救いの穴、門ができました。そこから神様の光っていうのは今私たちのところに明らかに届いているんです。この世界に届いているんです。しかしこの人間はどのように今歩いているかっていうと、こういうふうに歩いているんです。太陽に背中を向けている。それは先ほど書いたように、神は私を愛してますよっていうにもかかわらず、私たちが逃げているような状況ですから、神様と交わりと命をつながりを持つことはできないような状況がこうです。ですからいくら太陽が来てても、神様はここに来てても、語りかけても、私たちが聞かないで背中を向けていくならば、これはですね、これはその人のものにならないんです。この命は通わないんですね。しょうがないことなんです。私たち先ほど話しましたように、自由を与えてますから。こういうふうにいきますと、どういうふうになるかっていうと、それはやがてこのガクンと落ちます。終わりが来ます。そしてここに行くのは死、もちろんこれは魂の、魂の死でいいですね、はい、魂の死、霊魂の死って言ってもいいですね、にこの行くわけですね。こうなります。これが今私たちの現実の世界です。救いはあるんです。しかしその救いを受け取らないでこっちに歩いています。その結果は死ぬっていう、これが今の現実の世界ですね。そうするとですね、今度はこれはこういうふうに歩いていくとどんなことが起こるかっていうと、まずここに影ができます。影、この影っていうのは何だろうか。一つにはこの過去っていうものが自分の前に影のように来るものですね。自分の出生だとか、自分のこの成績だとか、学歴だとかっていうこともそうかもしれません。そうするとこの会社に入ろうとしても、この学歴なんてそこでもうカットされてしまう。そういったものが、そうするとここに自分の影としてですね、暗い面として出てきます。あるいは自分自身の出生から成長段階において正しく愛されなかった、ですから自分の存在がわからない、自分は捨てられてしまったとか、そういったことから自分自身が、あ、自分自身の、自分に対する自分の存在に対する愛せないっていうもの、それも言うならば過去からのものをここに来ているってこともある。あるいは親がいろんなこととか、まあ、社会的なですね、いろんなもの、何よりも一つには人間の有限性っていうのもありますね。人間であるがゆえに病気になったらですね、動けない、治ればいいけれどもすぐに治らないとか、お金がないからこれができないとか、この時代だったからこれができないとか、有限性とか、いろんなものがこう影に来てます。影ができる、第一番目、これが一番目ですね、影。そうすると私たちはですね、太陽に背中向けると自分自身の影を歩くっていうことです。影の上を歩くっていうことです。
自分に学力がないとすれば、自分は頭が悪い、頭が悪い、頭が悪いっていうですね、頭が悪いっていう歩かなきゃいけない。自分は愛されなくてですね、どうして生きていかわからない、自分の存在なんかない方がいいんだなって、ない方がいい、その上を歩いていかなきゃいけない。とってもきついですね。病気になったらですね、病気っていうのは自分の前に来てます。ああこれからどうしようか、仕事がなくどうしようか、影、そして迎えるのは死です。そうと皆さん、これ人生暗いですね。本当に暗くて厳しくなりますね。何のために生まれてきたのか、苦労して死ぬってことです。このような状況になります。それに対して神様は私たちに言うんですね。このここのところに書いてますけれども、私進めております。いくつのこと、まず罪を告白し、そして悔い改めて福音を信じバプテスマを受けよと言います。罪を悔い改めるっていう、その罪とは何かっていうならば、第一番目このことですね。まあ、神様言ってるのは、これはですね、メタノイアって言って、方向転転換のことなんです。あなたの方向を変えよう。こっちに行く方向を、これをこっちに変えよう。と第一番目言います。エゼキエル書の中ですね、私は何人の死をも願わない、悔い改めて生き返る、生きようと言ってます。マルコのいる福音書でも、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じようとイエス様が言いましたね。ルカでも使徒でも言ってます。次に福音を信じよう、福音を信じよう。福音を信じるっていうことは、より具体的に言うと何を言うんでしょうか。もちろんグッドニュースっていうことですけれども、グッドニュースだけれども、あえて言うならば、主イエスっていう、その神っていうご人格と御業、イエス様の御業、これを含めて福音っていうふうにした方がいいと思いますね。イエス様ご自身とイエス様が成し下した御業含めて福音信じよう。 そこでですね、このこれとこれは切り離すことができないんです。私ね、福音を信じました、でもね、悔い改めしてませんなんてことはありえないんですね。悔い改めました、でも福音は信じてませんなんてことはありえないんです。方向転換っていう時に、私たちはですね、よく平面のことを考えてしまうんです。ああ沖縄に来て幸せになろうと思ったらダメだった、じゃあ北海道に行ってですね、このなんか平面上方向を変えて向こうに行こうとします。これは全然変わりません。沖縄で幸せになれない人が北海道にいたって同じと思うんですね。東京にいても同じだと思うんです。要するに平面上のことだから、福音を悔い改めるっていうのは、福音ってこれのことです。だから悔い改めるっていうのはですね、こっちに向かって方向を変えるってことです。イエス・キリストに向かって方向を変えるってことであって、これからお酒はビール1本にしますとかですね、悔い改めますとか、今度からは盗みはしませんとかですね、そのようなこと言ってるんじゃないですね。あなたの生きる方向、根本的な方向を福音に対して方向を変えよう、こっちではなくてキリストにっていうことです。
ただ方向を変えるっていうんじゃないんですね。ここに向かって方向を変えなければ無意味なんです。そのためにはイエス・キリストっていう人格がやはり神として信じられなきゃいけないし、それからイエス様が罪許しとかいろんなことをしてきてくださったってことも同時にですね、よりよく受け入れられればよりはっきりと方向を変えることができます。福音を信じよう。次に3番目、バプテスマを受けよう。受けよう。聖霊のバプテスマについては次回皆さんにプリントを少し渡します。このバプテスマ、これはですね、この告白と言ってもいいですね。信仰の告白。なぜならば愛っていうものがどういうふうに成り立つか、また同じ絵を描きます。もう同じ絵ばっかり描いてるんですけれども、神がおられてここに人がある、まあ神だ。そして命っていうのは告白によって成り立つんです。告白によって。私と結婚してくださいっていう。今でも全く知らない人ですよ。もう相手のことはよくどこまで分かってるんでしょうかね。分からないから結婚するのかもしれないですけれども、分かってたら恐ろしくて結婚できないかもしれませんね。私と結婚してくださいっていう。そして相手がいいよって言った瞬間から二人の関係は変わります。皆さん自分 の結婚した人はどっかでそれがあったはずですね。口で出したか態度で示したかですね、目でサインしたか、この手で合図したかわからないんですけれども、例えば私なんかも、私たちはですね、一度もデートしたことがない、一緒にコーヒー飲んだこともない、結婚しましょうとかそんなこと話したこともない。でも神様がまあここに働きかけてくださって、家内にも働きかけてくださったんですけれども、ある時に結婚してくださいって言ったら、彼女がですね、私でいいんでしょうかってことでもう決まりでも今はですね、私でなきゃってこう言ってますからですね、こう恐ろしいものですけれどもまあいずれにしても本当にこれこのことだったんですね。この時から2人は今と全く違った関係になるんです。そういうこと、食堂に入ったらですね、財布ある女性に来たとってやっぱりまだちょっとあれですね、まあそれでもいいわけですね。本当に2人で一つになっていくわけですから、あらゆることの共有が始まって命が始まったってことです。それは告白によって成り立つんです。そしてそれは神様と人間においても全く同じ。バプテスマを受けるっていうことは、私はこのイエス・キリスト、このイエス・キリストを私の主とします、神様として主としますっていうこと、この方に私は従っていきますっていうことを神様と人の前で告白するっていうこと、これはとっても重要ですね。そうすると救われるっていうんです。この3つ、これが重要なことです。そしてその人はこの方向をこっちからこっちからこっちに変えてしまったわけですね。そうしますと皆さん、すっばらしいことが起こるんです。どんなことが起こるでしょうか。まず第一番目に起こることは、これがなくなるってことです。だからこっちに行かないんですから、そうですね、こっちに行かないんですから、これがなくなってしまう。ある人はある時からですね、死っていうものが今まで恐怖だったのがもう恐ろしくなくなってしまう。2番目に起こることは何でしょうか。それは光が前にあるってことですね。光があるってこと。そして光の中を歩く、今まではどこでしたか。今までは影でしたね。暗い、本当に暗かった。そこで皆さん勘違いしないでくださいね。こう向いてたのをこういうふうに変えました。今までこっちに影がありました。それをぐっと回りました。救われたら
影はなくなりますか？なくならないですね。やっぱりこっちに影できてるんですね。ですから私が救われたから何もかもですね、もう借金もねなくなるんだってなんてですね、そんなことはありえないですね。ありえないですよね。やはり影は残っております。でもこれは前に影がある人生と後ろに影がある人生はどんなに違うだろうか。皆さん、例えばこういったことを言うか、ある人は病気になって病気に負けてしまう人がいるんです。ある人は病気になって病気に勝つ人がおります。しかし病気の重さは変わりません。そういったことを体験します。いろんな人たちに出会ってね。どこが違うかというと、病気に負けている人は病気というのを自分の前に置いている人たちです。前に自分の病気があるんです。皆さん、自分の前に病気があったらやっぱりこうもうダメですね。これね、ああ人生あとダメだってね、もう沈むしかないくなっちゃうと思います。でも同じ病気でも後ろに持ってくる、そして前にあるのはこの光です。そうするとこの光っていうのはものすごい力があります。命ですから。命っていうのは形を作るんですね。外側か外側のもので命を作ることはできないけれども、命を持てば形はできてくるんです。時には癒しも起こります。明確に起こってきます。命が変わってくるから、命が形を作っていくから。そしてこの光に力があって、後ろのこのものですね、引っ張っていく力と勇気が与えられるんです。あ、私はがんだってでも全然恐れてない。ある私が今いるところの教会のですね、一人の姉妹ががんになって抗がん剤使って本当にこの髪の毛も全部、ところが彼女がですね、言うんですね、がんになってよかったって。本当に今で忙しくいろんなことをしてきたのは、神様の前に静まってですね、自分の姿を見て、そして本当に家族を愛するとかいろんなことをして、本当によかったって本心から言ってる人がいますよ。でもがんが消え去ってしまったわけじゃありません。彼女は完全にがんっていうのを後ろにあって、後ろにがんがあるけれども、この光が何倍も強いものですから、このがんに打ち勝ってるんです。この光の力によって、自分の力じゃありません、光の力によってこれを打ち砕いていく。そしてもしこれが近づいていけばいくほど、影っていうのはですね、やはり短くなりますね。もちろん私たちクリスチャンになって長くなればいいってもんじゃなくて、本当に日に日に神様と歩いていくならば、私の影っていうのはですね、やはりこれは小さくなっていきます。小さくなるっていうことはですね、問題がちっちゃな問題しか来なくなるっていうのは問題じゃないですよ。それは私たちがそれに打ち勝つ力に比例してこの影が小さくなるわけですから。ですから大きな病気を進行して、熱心に進行しててもがんになったりですね、それによって死っていうものに直接行くっていう人だっていっぱいいると思いますけれども、しかしそれは打ち勝つ力の方が圧倒的に強いから、あたかもこれが短くなったようにですね、この本当にこう短くなったように、影があらゆる問題に対してその打ち勝つことができる、その歩みを続けていくことができます。このようにしていくときに、本当にこの救いっていうのはですね、この悔い改めて福音を信じバプテスマを受ける、それは方向転換で、方向をここに定めるってこと、そして今まで自分はこう歩いていたっていうことが、これが正しくないっていうことを知る、これが罪ですね、罪をってことが分かるってこと、そして神様の言葉に従って、イエス・キリストがここにもう穴を開けてくださった、光は私の上で届いている、もし私がこれを信じていくならば、私の過去のもの、また私の存在そのものは神様によって受け入れられ、神様と私が命の交わりの中に入っていく、もうこれで救いなんですね、と同時にここの影っていうものを
自分の習性がどうであろうだと、だから自分自身がですね、今まで生きたことがどうであろうと、そういったことを引っ張っていく力がある。私はエリアハウスっていうものを受講しました。とても良かったです。その中においてですね、いろんなことをこの教えられたんですけれども、例えばこの憎しみとかね、この怒りっていうのはこういったものだってそこで何度も言いました。それは憎しみを持つとか怒りを持つっていうことは相手をやっつけたいっていう衝動でもあるんです。こんな私をこんなふうにしてしまった相手をやっつけたいっていう思いがあるんですね。そしてその憎しみや怒りを持つっていうことはですね、相手に極端に言うならやっつけたいですから、相手に毒を飲ましてやりたいんです。私をこんなひどい目に遭わしたあいつもですね、不幸にやってほしいし、私のこの自分の気がついてほしいんだとか、いろいろ言うんですけれども、やっぱ相手に毒を盛ろうとしている。しかしそれは自分が飲み干しているだけだと。憎しみや怒りっていうのはですね、相手にやる毒を自分が飲むことになってしまうんだ。そして私たちはいろんなことで自分の過去だとか、いろんなことに対して本当に自分の責任を超えてさまざまな問題を受け取って生きていかなきゃいけないんです。家族の問題なんか本当に身近であって一番重要な問題になってくるんですね。そしていろんなカウンセリングとかいろんなことを受けて、あ、自分の過去はこうだったから自分はこうなんだっていう原因をつかむ。しかしそれでは解決しないんですね。じゃあどうしたら解決するだろうか。それは親がどうであったとしても、親が変わるっていうこと以上に、私がその親を許すっていう時に本当に問題が変わっていくんです。相手がどうじゃなくて、私がその人を許すっていう時に変わっていくんですね。本当に変わるんで、光の力ってすごいですね。それは神様が私たちの過去がですね、どうであろうとも、この光には清める力があるって書いてますね。ヨハネの第一の手紙で、光に私たちを清める力がある。過去を清めるんです。あとは能力とかいろんなことをも、それにとらわれない人間にしていく、そうに私たちを作り変えることができます。そうするときに本当にそこに自由が与えられます。今でこっちは奴隷の霊、ローマ書の中に書いてるですね、今では奴隷の霊、恐れと怒りの道、いつでも恐れと怒りの道、しかしイエス・キリストは私たちのために解決の道をしっかりと備えてくださいました。この道を歩んでいく、これで救われていきます。もう一つ絵を描きます。これはとても求道者なんかに使えますね。洗礼準備会なんかにとても使える絵だと思います。これもいろんな目で言うととても分かりやすくて、救われるっていうことの意味を分かります。もう一つ、私はよくですね、老人の人たちに会った時に救いをこんなふうにして説明します。名付けて救いのドアなんかとか聞いてなことがありますねあるんですけども、これ取っ手です。ドアがあります。あ、ごめんなさい、これを書く前ですね、本当はこういうふうに書くんです。ごめんなさい。ここに私がおります。生まれました。私はどこに向かって生きていくんでしょうか。やっぱりどっかやっぱり進んでますね。進まなきゃ止まるわけもいかない。それは救いっていうものに向かってなんか歩いてんじゃないでしょうかね。どうでしょうか。漠然としていますか。死に向かって歩いてると本気で考えたらもう人生やっていけないでしょうね。やっぱりどっかに救いがあってもっと良くなるんじゃないだろうかっていう儚い
そういった希望があるからこそ生きていると思います。そして人生を小学生あれだこれだこれだと歩いていきます。でもある時に一つの壁にぶつかるんです。という、まあ、これは一つのドアと言ってもいいかもしれませんね。スッとはいけない、ドアにぶつかってしまう。そして、ああこのドアを開けると救いがあると考えます。そこでこのドアをですね、一生懸命こうして開けようとするんです。ああやっと回った、今度は、この開くかなと思って一生懸命引いた。でも開かない。あの子ではそのドアを押すようにできていた。そんなこと言いたいんじゃないんですね。そんなことはどうでもいいことだ。とにかく開かないんで、押しても引いても開かないんです。そしてどうして開かないのかなってよく見ると、このドアに文字が書いてある。努力。ああそうか、努力が足りなかったんだ。努力をすればきっとこのドア開いて私はこっちの方に行くことができると考える。そして努力をしてみるんです。でもやっぱり開かない。ああそうか、もしかしたらここに学歴っていうのがあって、この学歴っていうのを得ればあの会社にもこの会社にも就職できるかもしれない。そうだ、学歴っていうものがこのドアを開けることができるんじゃないだろうかと多くの人たちは本当に考えてますよ。だからこれだけ教育だとかあれだとかやるわけでしょ。高校卒業して働いた生涯の収入と大学卒業してね、こうしたのはこれだけ違うという、まあ、平均的には出てくるわけですね。そうすると大学の時に毎年100万円ずつ400万円かけてももう簡単に元取れるんだって、そういった計算立て成り立ちます。頑張ってお医者さんになればこれだけ収入があるからそれは元取れるんだとかね、学歴っていう、それがこっちを開くと考えていく。あるいはここにこの血筋なんていうのもあるかもしれませんね。どこどこの生まれだとかそういったのもあるかもしれません。他に何かいろいろありますね、ここにはね。え、能力、そうですね。あ、あ落ちています。はい、あいいか、まあ、能力、能、ここで能力、能力はないですね自分が能力だから。能力、あと何でしょうか。そうです、お金。あとは才能と能力、まあ同じしましょう宗教なんていうのもどうでしょうか。これも多くの宗教は私の宗教はって言いますね。こういったものが、まあ、いろんなものがあるんです。でもこれらのものを満たしても実に救われていかないんです。開かないんです。高校は開いた、大学は開かなかったとかですね、大学もそういう人はあれも開かなかった、これも開かない、やがて病気になるともう閉ざされてしまうとか、本当に私たちはこの前からこっちに住むことができない。その前に救いっていうのは何かっていうことなんですね。人間がそもそも目指している救いは何なのか。お金持ちになってこの安楽な生活ができて家族があって愛し合ってっていう、それが救いなんだろうか。多くの人はそれを目指すと思います。ある面でそれは達成少しできる部分もあります。でも救いって何だ。やはり救いっていうのは言うならば命のことじゃないでしょうか。要するに本当の命をいつまでも持つってことです。命を持つってことですよね。突き詰めていくと命の問題にいく。でも今度命って何だろうかとなると、命っていうのは愛のことじゃないですか。
そうですね。命っていうのは愛のことですよ。だから愛を求めてるんです。はい。でもさらに言うならば、この命、愛っていうのはどこにあるかっていうならば、それは神です。これ。そして、救いっていうのはですね、このようになりませんか。救いっていうのは命であり愛であり、そして結局行き着くところは真の神、この方がお持ちになっているものと言ってもいいですね。実にそうです、真の神なんです。そしてこの真の神っていうのはどのようなお方かって言いますと、それは父なる神、子なるイエス・キリスト、そしてここに一つの命が聖霊として通っている。これが実は神であり命であり愛であり救いなんですよね。私たちが求めているもの、得たいと思っているのはこれなんです。ではどうして私たちはここ行くことができないんだろうか。それは実はこういった問題ではなかったんです。問題が開かない理由が、開かない理由はここにガチッとですね、この釘が打たれている。そしてこれが罪、これが死、罪と死っていうものがガチッと私たちの人生を固定してしまっているんです。ドアを、幸せになるとか救われるとかね、生きるとか、それを罪と死っていうものをガチッと上から挟んでいるから、人間の努力ではですね、これは絶対に開かないんです。これ全部達成したとしてもこれは開かないんです。そしてもし私たちがこの救いっていうのを得ることがするとするならば、もう人間には不可能なんです。そこで神様は私どうしたかっていうとですね、このイエス・キリストがこっちに来るっていうんです。イエス・キリストは来てくださる。しかしこのイエス・キリストはスッと来ることはできないんです。なぜですか。イエス・キリストといえども罪と死っていうものの解決をせずにこれを開けることはできないです。誰もできないです。神もできないんです。そこでイエス・キリストはどうしたかっていうと、ここに自らがこの十字架にかかる。そして罪をしようっていうことをですね、これを処分する。そしてイエス・キリストはそれによってここのところを取り除いたんです。そしてこのドアはいつでも開けるようになりました。そのドアは私たちの学努力学歴行為ではこんな全く虚しく、知者の知恵を虚しくするってこう書いてますね。そして愚か者の宣教の愚かさによって、宣教の愚かさによって人々を救うと言いました。そしてヨハネ福音書の3章黙示録です、20節にイエス様はこう言いました。私は戸の外に立って戸を叩く、誰でも戸を開けるならば私はその人のところに入って食事を共にしようと言いました。よく考えてください。ホフマン の絵でしょうか。外でこうイエス様は戸を叩くけれども、外側にノブがないんですね。要するにこっち側にこれがないんです。イエス様の方にこのノブはこっちにあるんです。私たちの方にあるんです。ですから戸を叩くとこのイエス様に対して私たちがこれを回すだけなんです。そうするとイエス・キリストがこっちに来てください。私たちがこっちに行くんじゃなくて、だから能力必要ないんです。行い必要ないんです。必要ないんです。イエス・キリストがこの問題を解決し、いつでも開くようにしてくださって、私たちが
ここを回すだけなんです。回すのはこういった努力とか学歴だこういったものではないんですね。それはイエス・キリストがここに立てたたえているということを信じるだけなんです。その時にイエス・キリストはこっちに来てくださる。そして私に対して見える形でご自分の愛っていうのを表してくださる。そして私もそれは開けたってことは私もイエス様に対して応答したことですね。これが救いです。ですから救いっていうのは私たちがこっちに行くんじゃないよ。その前に救いっていうのは何か、お金とかあれだこれだとか言うけどそうじゃない。私の救いとは命を求めて、命とは愛なんだ。愛っていうのは神なんだ。その神っていうのはこういった方なんだ。その方の一人子なるイエス・キリストがこれを来てくださる。しかしイエス・キリストはこれを解決せずに来ることはできなかったから、ここに十字架にかかってくださった。それいつでもこのドアは私たちがこれをお入りくださいというならば来てくださって私と共に一緒に食事をしてくださるということは家族として交わり一体となってくださるということです。これが私たちの救いです。救いとは信じる信仰によって恵み、神様が作ったことを恵み、神様の御業を恵みと言います。それを私たちが受け取ることを信仰と言います。恵みによって信仰によって救われるんだ。なぜならば神が来てくださるからです。このことがこの起こっております。本当に私たちの救いは努力とか能力とか血筋だとかお金だとか諸々の宗教ではありません。それに頼ったならばますます開かなくなります。むしろこれは役に立たないということをして、ただ神が来てくださるその神様を受け取るときに私は救われる。だからイエス・キリストを主とする告白によってどな誰でも救われる。これが神様で作られた救いです。命です。アーメン。お祈りします。天の神様、今日も私たちをここに招き、イエス様が2000年前に十字架に疲れて、そして全ては終わったと言った3日後にイエス様が復活し、弟子たちに再び現れて息を吹きかけて平安あれと言われました。その時から本当にこの命が始まり、信じる者全ての人に命が始まりました。ありがとうございます。私たちは神様に背中を向け、自分の影の上をひたひた歩き、やがて魂までも死んでしまうという地獄に向かう人生でありましたけれども、イエス様がもう救いの道を開いてくださいました。そのことを聞きましたから、私たちはイエス様を主と信じ、神様と信じ、イエス様に向かって自分自身の方向を変えていきます。イエス様の光なる御霊が本当に助け主として私たちの弱いところを励まし、私たちの言い表せないことを言葉にしてくださり、そしてイエス様の持てる全てのものを私に与えて、私たちを光の子として光の中を歩ませてくださいますから、心から感謝いたします。この影は本当に大きく深く長いものでありましたけれども、イエス様の光に比べるときにしよう、それは軽いものとなり短いものとなり、私たちを束縛するものではなくなり、そして自由にしてくださいますから、感謝いたします。その救い、私たちがイエス様のところに行ったのでありません。イエス様の方が私のために十時間かかってまで来てくださいました。この命愛を心から感謝いたします。感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。